アタチュルク国際空港ディアルバクル空港アタチュルク国際空港とディアルバクル空港の位置トルコ航空634便着陸失敗事故は2003年1月8日20時19分に発生した事故であるアタチュルク国際空港発ディアルバクル空港業だったトルコ航空634便が悪天候の中でディアルバクル空港へ侵入中に滑走路から900メートル地点に 墜落し、乗員乗客80人中75人が死亡した。事故機のブリティッシュエアロスペースアブロ RJ100 は1993年に E3241 として製造された機体であった。4機のハネウェルアルフ502から1回を搭載しており、1994年3月に初飛行を行った。事故発生時までに合計2万時間。 17000 1サイクルを飛行していた。634便には2人のパイロットと3人の乗務員が乗務していた。機長は34歳で元トルコ空軍パイロットであった。1995年にトルコ航空に入社し、合計6309時間の飛行経験があった。副操縦士は33歳で1998年にトルコ航空に入社し、 合計2052時間の飛行経験があった。634便には75人の乗客が乗っており、乗員乗客80人のうち6人の乗客が事故後に救助されたが、1人が後に死亡した。634便は、E と18時43分、アタチュルク国際空港を離陸し、約2時間後にリアルバクル空港手前40回里地点まで飛行し、 管制官に VOR を使用した滑走路34への侵入を要求した。管制官は9000フィートへの降下を許可し、空港付近の天候を無風、視界3500メートルと伝えた。634便が滑走路34から8帰り、高度5000フィートを飛行中に、管制官はパイロットに侵入を継続するかどうかを報告するように伝えた。パイロットは 着陸装置を下ろし、フラップを展開した。634便は最低降下高度の2800フィートまで降下した。グライドスロープによる侵入ではないため、MDA で滑走路が見えない場合には、着陸復興をしなくてはならなかった。しかし、パイロットたちは、ノームのため滑走路を視認できていないようだった。パイロットの一人が何らかのライトを確認していたが、 詳しくは分からなかった。機長は標準的な手順を無視して滑走路まで1マイル近づくことを決断し、MDA をはるかに下回るおよそ500フィートまで降下した。滑走路から1マイル、高度200フィート地点で対地接近警報装置が作動した。パイロットは8秒後に着陸中止を決断したが、すでに手遅れで、820時19分に、 約131ノットで滑走路34の端から900メートルの地点に墜落した。機体は約200メートルほど地面を滑り、3つに分解し、爆発して炎上した。残骸は約800平方メートルの範囲に散らばっていた。事故により、パイロットと3人の乗員、75人の乗客のうちの69人が死亡した。 6人の乗客が生き残ったが、うち1人は病院で死亡した。事故現場が空港に近かったため、リアルバクル航空基地から2機のヘリコプターが出動した。しかし、目撃者によると、視界が1メートル以下だったために救助活動を行えなかった。事故による火災を消火するため、消防車が配備された。事故調査は、トルコ民間航空局によって行われた。 コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは回収され研究所に送られた。機長と副操縦士は適切に訓練され経験も豊かであった。634便の乗務前には十分な休息をとっておりアルコール検査も陰性だった。調査官は機体に問題があったのではないかと疑い調査したが異常があった痕跡は見つからなかった。エンジンも 事故直前まで正常に動作していたことも判明した。機体は着陸装置を下ろし、フラップも通常通り動作しており、高度計にも異常はなかった。また、CVR には、対地接近警報装置の警報音も録音されていた。救助隊は、現場に到着した時に、ノームで視界が1メートルほどしかなかったことを報告した。これは、 管制官が634便のパイロットに伝えた気象情報とは全く異なっていた。救助隊は残骸の近くまで近づかなければ火災も目視できないほどだったと述べた。FDR 都市 v R を分析したところ、機体は墜落の瞬間に高位339度で滑走路34の端から900メートル地点に5度の岸上げ状態で地面に接触していた。 最終報告書は約2年の事故調査を経て2005年4月に提出された。報告書には事故原因として以下のことが述べられた。パイロットは GPWS の警報に適切に対処せず、滑走路を目視できなかったにもかかわらず侵入を継続したこと当日、空港周辺にノームがかかっていたことトルコ航空のパイロット組合は、軽機着陸装置があれば、 墜落は防げただろうと述べた。ありがとうございます。